6連敗中のオリックス、長いトンネルを抜けられるか。3回まで強力西武打線をノーヒットに抑えていた先発アルバースでしたが、4回満塁のピンチで7番栗山に詰まらせたもののセンター前に運ばれ先制を許します。さらに1点を追加されますが、オリックスは7回ロドリゲスの来日1号ツーランで1点差に詰め寄ると、ヒットとエラーなどでチャンスを作り2番安達。接戦を落としたオリックス、7連敗です。